これで開始されたかな。開始、あ、スタートしたかな。あ、皆さん今日は見に来てくださってありがとうございます。石塚たまきです。これはもう始まってるよね始まってるね。あのまずはじめに、あの昨日かな、あの12枚目シングルの発売が決定したじゃないですか。あの12枚目シングルが発売が決定したと思うんですけど、先ほどね公式の方でお話というか発表があったと思うんですけど、このシングルをもって1期生の加藤志保さんと東村芽衣さんと2期生の丹生あかりさんと浜岸日和さんが卒業されることになりました。私たちもまだそのなんだろう、すごい寂しいなって気持ちもあるし、正直不安な気持ちとかもあるんですけど、まだ残された時間があると思う。残された時間がまだね、この活動期間は一緒に過ごせるし、だから本当に偉大な先輩方からたくさん吸収して思い出も作りたいし、残された時間を大切にねしていきたいなと思います。なんかね、みんなもまださ絶対困惑混乱してるじゃない。だからね、ちょっと今日のショールームちょっとすごい気持ちいいテンションで見れないかもしれないんだけど、私も一生懸命みんなとの時間を楽しみたいなって思ってるので、ぜひ最後まで見ていてくださったら嬉しいです。あれ止まっちゃったかな大丈夫かな、止まってますか止まってない、あ大丈夫、じゃあこっちが止まってるだけか。でちょっと僭越ながら、私は本日20歳の誕生日を迎えました。あら、これ大丈夫かしら、めっちゃ固まってるちょっと待って、あ、動いてる。じゃあ大丈夫か、じゃあもうコメントとか読めなくてこれはどうしたらいいのかしら。ちょっと一人でのショールームがすごい久しぶりなので、動いあ、コメントありがとうございます。あ、これどうしようかな、これほっとけば治るのかな治ったかな、大丈夫か、あ、ごめんなさい、見れた見れた見れた、ありがとう、止まった、ちょっと待って、また止まったえ、どうしよう、もうこれどうしますか、これも動いてるんですよね、え、止まってねえ、ちょっと待ってくださいね、困ったな、動いてる、え、じゃあこれで、じゃあこれで一回ごめんなさい、なんか私のスマホというか、その最新用のスマホがあれなんですけど、じゃあちょっと誕生日のお話でもしようかなと思うんですけど、20歳を迎えた瞬間にですよ、メンバーと過ごしてたんですよ、ハリオさんからボイスメッセージが来てもうめちゃくちゃ嬉しくて、なんか最近ハリオさんに毎日の日課報告をするんですよ、私が。なんかそれでいつも返してくださるんですけど、メッセージくださったり、本当にたくさんの先輩方が、まあ、もちろん同期もなんですけど、お祝いしてくださって、あ、なんか誕生日って幸せだなって思いました。これずっと固まってるの、私の画面がどうしよう
ね、これもう本当にごめんなさい。あ、動いた動いた動いた、ありがとうございます。あ、できたできた、これでみんなの質問読めます。もう少し上行け、ごめん、ね、ちょっとたまに、そうだそうだ、大事なことがあって、あの日向坂46の5期生オーディションの開催が決定しました。嬉しいですね。私が先輩になるらしくってどうしますか皆さん。なんかでももしかしたら私と同い年も入ってくるってことじゃないですか。あのその清水と小西も同じだ、わーありがとうございます、ないなんと思うんですけど、もしかしたら最年長の代になるのかなと思うんですよ。また固まっちゃった。でも多分喋る、大丈夫だから喋りますが、最年長の代になると思うからちょっと仲良くなりたいなと思うし、たま姉さんって呼んでもらいたいんですけど、にゃん先輩、たまにゃん先輩でも違いますよ。あの私たちもその加入した時に先輩とは先輩方っていうくくりでは呼びますけど、例えばマリーさんとかマリー先輩とは呼ばないんですよ。そのマリーシャンとかと呼ばせていただいてて、先輩って呼んだことはなかったんですけど、確かになんかでもニャン先輩結構いいな。ニャン先輩かタマ姉さんどっちがいいかな。あ、よニャン先輩、タマニャン先輩これちょっと本当にこれはいいんですか、持っててこれでコメント見て。でもこのコメントも多分止まってる。これどうしよう。みんな絶対質問とか返したいんですよ、私も。なのに止まってるから。たまちゃん、あ、来た、投票しよう、投票機能がある。でもね、私の今配信してるスマホが固まっててなんか本当に寄りすぎじゃない、本当に不便ですよね。あ、でも、マニア先輩、あ、来た。そう、姫方、あ、ちょっと言いたいことがねたくさんあるんだよね。一回落ち着くね。まず、オーディションの話したり、でもオーディションの話もさ、またしたくなって、投票しようだよね。そうだよねあー、もう嫌だ。投票ってこれじゃないか、違うか。なんか前マリーさんがさ、落ち着いてねだよね、やっぱ。あ、投票あった、これが何、これできてる、できてできたかな。たまにゃんっぽい配信ね、たまにゃん本当に結構ね、自分で不憫って言うんだけど、プライベートとかでも、けどね、不憫じゃなくて、あのドジなんだと思うってあ、1、2で何、どっちにするか決めんとってことか。1がたま姉さん、1がたま姉さんで、2がにゃん先輩と、たま姉さんが1で、にゃん先輩が2。でもさ、もしさ、どうする、後輩がさ、あの時のショールーム見てましたとか言ったら、そんなわけないか。でも本当にあの仲良くなりたいな、楽しみにしてる。どっちもダサいって言うなお誕生日おめでとう、ありがとう、20歳になりまして。にゃんさん、確かにな、今ねコメントを見てるよ、後輩がメッセージ、そう、キュートさん、マリーさんじゃないですか。なんかこれちょっと初めて言うんですけど、これ現在これ投票ってどうやって止めるんだろう、勝手に止まんのかな、投票終了。互角、どっちも、あのこれ初めて言うんですけど、この結構
ひな誕祭終わってから4月5月6月7月もう目まぐるしくね、お仕事させていただいて、7月の終わりくらいに少しだけお休みをいただいたんですよ。そこでマリーちゃんと沖縄旅行へ行ってきました。マリーちゃんと沖縄へ行ってきました。今セリーグぐらい互角って見たんだけど、確かに。でも今日巨人負けたんだよね。おめでとうマリーちゃん。ずるいでしょう。46時間テレビよかった、ありがとう。マリーちゃんの沖縄相手はあなたでしたか。私でした。ってずっと話してて、行かせていただいて、でもちょっと聞いてください、私たちが行った日だけ台風直撃で台風が直撃しちゃって、でも最終日だけすごい晴れて、マリンアクティビティ水上バイクとか乗ったりしました。でけど本当に1日目2日目大雨で、アメリカンビレッジってところ、わーありがとうございます、アメリカンビレッジってとこに行ったんですよ。そしたら本当に私たちが外に出た瞬間ブワーって台風が降ってきて、なんかもう2人ともびっしょ濡れ、もう絞れるくらいびっしょ濡れになっちゃうんで、なのにダムニャン台風って分かってたのに傘を持ってかなかったんですよ、沖縄に。だからマリーちゃんに推ししか勝たん、私も皆さんしか勝たん台風で、で結構その前々から天気予報見て、あ台風ですねとか言ってたんだけど、いや私たち日向坂なんで大丈夫ですよとか言う、連絡し合ってたの、それなのにダメだった。傘の意味、そうでも傘の意味なかった、本当に運悪いね、本当にそう。でもそうマリーちゃんの傘が何回も逆さまになってたまあ面白い女って何傘持つ、そうね、カッパ、そう台風に。でもさ日向フェスの時はさ晴れると思うよ。そう姫カットの話もしなきゃね。4期生のが出演する映画が決定しまして、全部オブ東京って言うんですけど、皆さんご存知でしたか。そう私はね瀬田しおりちゃん役で出演させていただくんですけど、黒髪と姫カットにしまして、今はちょっと茶色にしちゃったんですけど、映画楽しみ、本当に楽しみにしててください。もう瀬田ちゃん本当にいいですよ、なんかちょっと面白い子ですよ。瀬田巻メガネ気になる、確かに。なんか私本当にメガネが似合わないで有名じゃないですか、なんですけど今回メガネ役に挑戦しまして、待って3万人の方が見てくださっている、本当になんか大丈夫かな、こんな感じで大丈夫かな、ちょっと不安なのですが、インテリタワーに今日はちょっとコメントが読みたくてね、ドアップになってドアップすぎ、ちょっと離れてみる、二十歳ですから。そうダムニャンは本当に大人になります。今日のワンピースかわいい、今日ねワンピースなんかこういう大人っぽーっていうテーマで、カホと買い物行った時かなに買いましたね。あー待って、なんかカホにカホとねコニーさんに大人担当、そう大人4期の大人担当になります無理か、一時期大人目指してた時あって、いやまだ目指してるよ、全然まだ目指してる大人なのでたまにゃんっていうのやめようね、やだたまにゃんだから。
ポッポッポッ、俺の嫁、俺の嫁だ、守りたいこの笑顔、ありがとう、守ってください。じゃあタピオカ飲んだ、タピオカさ飲んだ、あの一昨日とかに小西と飲んだ。大人担当イコールリナ氏、リナ、リナなんかな、5歳差だぞ。コーラも飲んだな、魂。誕生日の思い出ね、私メンバーと過ごす誕生日が3回目なの。1回目はまだ研修生の頃だったんだけど、みんな4期生のみんなに迎えと一緒に過ごすことができたし、去年はね TIFF に出演させていただいたので、その時にお祝いしてくださって、あーありがとう。なんか3回目でなんか あと何回みんなと過ごせるかなと思って、いっぱいさ過ごせるわけじゃん誕生日、もう嬉しい。ケーキ、よくぞよくぞよくぞ。ケーキはじゃじゃーん、たまにゃんです。なんかこれは用意してくださって、さっき4まで4期生のみんなと一緒にいたんだけどさ、ちょっと食べていいかな、早い食べんの。そういちご、もうめっちゃ可愛い、いちごのね顔突っ込まないわ、スクショタイム。確かにこれはね、じゃじゃーん、いっせーので、イエイ。あ、今ねスクショタイム中一応。鼻に行かねえよポッポ。みんな明日は、そう明日カホの誕生日だね、本当に食べる前に。よくクリーム、あなんかもうみんながいっぱいさ、いっぱいコメントくれて嬉しい。あこれ落ちちゃうって怖いってことね、たまにはそんなドジじゃないから。20回目のたまには祭り、えそうなの、えなんかさ20歳って実感が本当になくて、誕生日プレゼント何欲しい、んーくれるの。くれるんですか、ケーキ、うわーピンクかわいい、ありがとう。ラスト10代の思い出なんだろう、でもなんか19歳本当にあっという間に過ぎてっちゃって、え私って20代なのかな、今20代なのかな、20代か、え外がすごい雨になって、今雨降ってるの、え何ジャイアンツ無料券って、今日から20代、あ武道館2日間行くよって、ありがとう、絶対見つけるわ、だから席レターしといて。たまちゃんって自分、そう自分でデザイン考えたよ、巨人の推しの選手、でもないっぱいいるけどな、でも最近はね、どうだろう、でもヘルナンデス選手のここぞという時に打つ力とかはすごいなと思います。あとはあの大城選手の体の強さ、だってデッドボール当たった次の日にさもう走っててさびっくりした。17にしか見えない、ひどい、もう20、もう20だよ、いや坂本選手も最近なんて言うんですか、戻ってきたとか言ったら失礼か、あのめちゃくちゃあの活躍されていて嬉しい。何が20なの、頭にあんが20よ、2歳
西武ファンです、よろしくお願いします。船場様さんはめちゃくちゃすごいですよね。もう強すぎる、安心感がすごい。阪神ファンですが何かバルドナード選手の時、いやバルドナード選手もちょっとそろそろ食べますよね。本当にありがとうございます。姫カット可愛い。なんかさ、姫カットがこんなに好評って知らなかったの、知らなかったというか、そんなに反響があると思ってなくて、メッセージとかでもレターとかでもなんか姫カット本当に好きだよって言ってもらえるの、なんか私最初ねめっちゃ隠してたの、こういう感じで隠してたんだけど、なんかあんま似合ってないなって思ったから、そしたらみんなが似合うって言うから、この前のフィナーレとかでも多分出してると思うんだ、姫カットを。嬉しいわ、だからそうやって。たまにゃん、グッズ全部買ったよ。本当に全部買った。じゃあちょっと証拠送って姫カット顔だな、そんな顔あるの、耳らしいと思う。よいしょ、じゃあ耳出しにしてみた。あ、食べるんだった。ちょっと待って、緊張してきた、これどうした待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、これ私まさかこれ難しい、ちょっと待って、これこうやってやってみますかねえ、できた。ゲラニャン、ゲラニャン。いよいよ食べますよ。いよいよ食べますよ、ケーキを。ちょっと待ってね。これ難しいわね。よいしょ。いただきまーす。またまにゃん。召し上がれ、ありがとう。俺の嫁、顔面ケーキなんかしない。ケーキ食いてえ。うん、おいしい。他の坂道で仲いい子はいますよでもあんま言ったことないかも。生きがい、私がこの時間帯のケーキはギルティし、今日歯が多い、最近歯少ない、最近歯少ない日私しか勝たん、私もみんなしか勝たんよ。ケーキ全部食べないよ。好きなラーメンは汁なし担々麺。昨日もね、19歳最後の晩餐はね、汁なし担々麺だよ。食べよ。うわすごい、あ、いっぱい。おー、なんかね、この前メンバーと一緒にいた時におもてなし会のね
ドキュメンタリーをね久しぶりに見返したのね。なんか本当にみんな幼くて、私もちろん私もだけど、なんか人って2年でこんなに変わるんだなって思って、ちょっと感動しちゃったとかちょっと言ったけど、本当に見てられなかった自分のことが。なんかね、本当にありがとうございます。その頃から追ってくださってる皆さんも、今こうして見てくださってるね皆さんも、だって平日のこの時間帯にさ、もう私なんかのショールームをね開いてね見てくれることが本当に嬉しいし、うん、ありがとうって気持ちです。37,000、なんか私こんなに見てくださって、こんなに見てくださっているのがびっくりですよ。ありがとうね。ありがとう。もてなし会懐かしい。だからね、武道館ではもうめちゃくちゃ進化した4期生をお見せしますので、ぜひぜひ楽しみにしててね。単位はね大丈夫ないね。ういういしさは確かにあったね。たまちゃんはボブ似合いそう。え、めちゃくちゃね、カホとかにも言われるの。もうたまにゃんのボブが見たいって。なんかいつかやりたいなと思ってるんだけどね、タイミングを。 3days 行く、楽しみ。お誕生日おめでとう。ありがとうね、本当に嬉しいよ。どんな先輩になりたい？あや姉さんみたいな先輩。おお、ありがとう。推ししか勝たん。ケーキ食べたよ。やれんのって。でもね、そのマリーちゃんと沖縄行った時も、あの二人でどんな先輩になるかって話をして盛り上がった、バルコニーで。あの海見ながらね。またミーグリ来てね。そうだ、ミーグリもね決まったよね。ウサギポーズしてください。チャックラ先輩、なんか本当にあのマリーちゃん本当に優しくて、あの優しくてとか言ったらなんかまたさ、あのマリーちゃんがあのウィーってやってくるからだけど、なんかあの2日目にね、沖縄行った時に台風がバーって降っちゃって、あのもうホテルのお部屋にいるしかなかった時にね、たまちゃんがね、たまちゃんがあのお昼寝をしてしまったの。旅行に行ったのにもかかわらず寝てしまったんですよ。2時間ぐらいね。2時間ぐらい寝てしまったんですけど、全く起こさずに言ってくださって、で、バーって起きたの、夜ぐらいに。そしたら、あ、焼肉屋さん予約したよって言って、焼肉屋さんに連れてってくださり、沖縄のさ、有名な沖縄の有名なね牛さんがいるのよ。沖縄の有名な牛さんがいるのよ。名前忘れちゃった。アグかな、アグ豚、あ違う、牛さんじゃない。分かんなくなってきた。アグ豚。やばい、もしね、タイミングやめて、タイミングやめれる。ちょっと待って。
でした。そうですって面白い本なんや。でそれでそれのね、あのお肉が本当に美味しくて感動しちゃいました。今度ミーグイ応募してくださいぜひ。本当に4万人大丈夫かな。4万人のさ、4万人の方々が、4万人の方々が私を見て大丈夫なの。ありがとうございます本当に。どうしよう、なんか何も面白いことできてない。どうしよう、何も、参った。ちょっと待って、じゃあ一旦ケーキ一口食べるね。あ、ミーグリどんな感じでやってますか。模擬ミーグリしてみる。うん、やっほー無理大好きだよ、来てくれてありがとう、大好きだよって、やってますよやってますよ。たまにあの明るさに救われてますね。ねえ、これからも明るく言い続けるね。なんなると名前呼んでくれるよね。野球以外のネタでもいいですけど、全然あの本当に野球ファンの方々も多分5割ぐらいはいらっしゃるんですけど、他は全然あの何て言うの、たまにゃんに会いに来ましたって来てくれるよみんな。どうだろう、とりあえずグータッチしておきますかわあ、ありがとう猫好き、ちょっと仲良くなろうよ。髪の毛サラサラだってね、美容院行ってきたばっかだよこの日のために遅かったけど、ライオンズファンでも全然いいですよ。いや、サッカーは町田ゼルビア。もうお姉さんだね。そうなの、もうお姉さんなの、もうお姉さんなの。髪色今ぐらいがちょうどいい。やっぱりさ、明るいのがいいよねこれだとまたドアップすぎって言われるかな。たまにあの愛してるが聞きたい。愛してるよもうダメだ、桃ポーズして。マリーシャのミーグリもっと近いの。桃色、そう、桃色はね、清水リオと小西奈々美と藤島加穂と私のグループ名です。イノイルってそう、稲妻イレブンでしょ。猫パンチ青春ね、好きだよ。だって日向坂は青春ですからね誕生日おめでとう、ありがとうね。本当になんか私さ、だって待って、一回落ち着いたらさ、一回落ち着いて考えてみたらさ、4万2000人の方々にさお誕生日呼ばれてるってことでしょ。そんな人生あっていいのか本当に。ちょっとこうした方が可愛いか。
本当に嬉しいよ。あなたの方こそ落ち着けたと。さ、間違いない、ごめんなさい。え、違う、え、トーク撮ってくれたの？嬉しい。風船落ちた、バレた、バレたらバレたら。よいしょ。あ、だだだ。後ろ何か、やめてやめて、何かいるのだからやめて。あ、しかもね、これ見て、猫なの、猫の風船。あ、これで、これでスクショタイムしたい。今ね、スクショタイム中だよ。321、321、 OK。 つむじが見たい。なんか私つむじないかもしんない。どう、つむじつむじないかもしんないよ。あ、ありがとうございます。これサルフのこれは私下全然あのちょっと今直すけど、ここかな、ここらへん、どう？あ、でも見えてない。はい、はい、かわいい。よいしょ。ピースして。ハッピーバースデーだって。生きがい、私も生きがい。もういいです。猫耳ポーズ。あとなんか、え、綺麗になったねって、フォークの握り方こんな感じかな。ちょっともう一回ケーキ食べるね、美味しいからさ。ケーキはね、いちごだよ。じゃじゃん。え、これさ、これさ、これ、このプレートのやつ食べてもいいかな。誰も怒らない？食べても。今でもお風呂3分で、昨日3分で入った。あ、でも昨日はね、湯船にも入ってないな。いいの？食べちゃうよ。じゃじゃん。たまにあんで、あ、スクショタイムするじゃあスクショタイムするね。今スクショタイム中。3分で髪の毛洗えてるよ。うん、20歳の抱負と武道館への意気込みね。まず武道館は自分のファンの方を全員見つけることだし、
たまにゃん推しを増やすこと、武道館を得て、で4期みんなの絆を深めて自分自身を成長させたらいいなと思います。ハウルとかで見つかるよ。さあ見切り席まで行かないとね推しにしてください。これちょっともっとね、一回直すね、洋服。すごい一目惚れで買ったんだこの服は。よいしょ。いや二十歳か、自分が見切れてるから無理か。諦めちゃダメだよ。存在してくれてありがとう。343日なのトーク。そうだ、もうすぐトークも開設されて1年記念日か。たまにあの目好きだって。武道館2日目、待ってるね。声が好き。そんな、そんなことない。頭なでなでしてください。頭どこにあるの？ここらへん。わかんない。ありがとう、本当に全部本当なので。頑張ってね、お仕事。そうだよね、明日も平日だしさ。でも暑いから本当に気をつけてね。偉いよ、みんな本当に偉い、本当に偉い。だからちょっとでもさ、なんかお仕事頑張ろうって思う要因明日もお仕事頑張ろうと思えるような存在になりたいね。あと15分。嘘だ、絶対嘘だ。はあ、本当。え待って、マリーちゃんから連絡来てた。あぐあぐう。もうもう、マリーちゃんのこと本当に本人の前で言わないですが、本当に大好きですね。大好きなので。何が来たか知りたい？あぐー、あぐーのタイミング面白すぎる。黙ってれば美人？じゃあもう喋りませんから。45000。私多分4万5000人初めてかもしれないな。もう一回グータッチして。もう今日巨人負けたからな。今ねコメント読んでるから。なぜ負けたのって、広島が強すぎたんだよ。現地行ってたの？月刊ジャイアンツ見ましたよ。この数字、あ、人数じゃないの？え、何？じゃあこの数字、ビンゴみたいなことと。でもね、頭なでなでもう一回して。だって頭がどこにあるか分かんないんだもん。これで合ってるの？4万5000人の皆さん、こんな配信で大丈夫？なんかさ、最初はね、スマホが結構調子が悪くなってしまい、
人数プラスギフトはなんだっけこの名前、ミラーボールありがとうございます。これにゃんにゃんポーズして、にゃん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 。そう、ひなパレとかもね、ひなパレでね、3時のヒロインさんが MC をしてくださってるんですけど、もう福田さんがめちゃくちゃお優しくて、もう大好き。スミレのモノマネ全然大丈夫だよ。そうなの、全然大丈夫だよ。ヒーポーズ？なんか来月日向フェスなのも、日向フェス来る人。はーい、だって楽しみだね。でもさ、絶対あっちっちだからさ、絶対水分補給ね、忘れずに、絶対水分補給忘れずに。フェリーで行くって、船で行くってこと？船で行くってこと？チャリで行く？ヘリで行く？絶対嘘じゃん。鹿児島経由、あ、私が巨人のキャンプに行った時と同じ行き方だ。玉ちゃん持っていく、よろしくね。行ってください。どうしようか、考えたか。プライベートジェットで、じゃあ乗せて。今から走って、嫌だよ。UFO で行くよなんて。お肌プニプニ。うん、確かに、確かにでもないけど、シャチホクに乗っていきますわ。はるはるや、ありがとね。方向音痴だから迎え来て。たまにゃんは地図読めるからな。でんぐり返しで行きますだって。絶対だよ、絶対。じゃあでんぐり返しで来るんだぞ。あと10分。なんか私さ、あと10分なの？嘘だ。青島神社私行ったよ。わあ、なんか楽しいな、ショールーム。次はさ、マリーちゃんとやりたいな。アクリル板の船は無理だよ、車の免許持ってない。泊まりルームまた見たい。嬉しい。鈴鹿さんに車乗せてもらいたい。ちょっとだけ。はるたま、もうね、はりおちゃんはもう連絡友達です。友達じゃない、連絡先輩です。やばい。大好き、私も大好き。今日誕生日なの。あ、
そうだよね、誕生日一緒だもんね。おめでとう。でも、いや本当にごめんなさい。僕は玉姉さんのことが大好きです。ひなたフェス頑張ります。今函館から帰ってきたよ。どこに帰ってきたの？お帰りなさい。着信で大好きって言ってくれるのマジ嬉しいです。え、じゃあもう言わない。メガネはないよ。ひらがなライブありがとう。ひらがなライブでね、青春ポップコーンのセンターをさせていただいたんですね。あのマリーさんがセンターを務めていらっしゃる楽曲なんですけど、そこで初めてなんていうの、ポッポッジャンプアップをやったんですけど、2日目めちゃくちゃ上手に飛ぶことができまして、自分の身長自分の身長くらい飛んだんですよ。覚えてる方いらっしゃるかな。ポップコーンの最後のとこやったって、今さやったらさしけちゃうもん絶対。恥ずかしい。持ってないの？本当なのこれ？ポッポッポッポムポム。恋する魚のたまちゃん最高だった。うわあのさ、あの楽曲すごい大好きでさ、嬉しいわ。初日はねちょっとだけ失敗はしてないんだけど、着地がヨロヨロってなってしまった。あ、これって失敗か。こけてないよ。綺麗になりたいのたまちゃん。めっちゃ緊張した。綺麗になりたい。残り5分。本当に残り5分。これってさ勝手に終わるのかな。ずこーって。ひなぱれの背景少年よ。ありがとう。そう、あのゆうこと一緒に歌わせていただいてるので、もし見てください。12時になったらさ、かほの誕生日だよ。ポカ、やっぱポカのこと放置してたわ。ポカポカ。12時までやりたいんですけど、明日もね朝からお仕事なので、ちょっとやりたい気持ちはいっぱい。ポカ洗ってる？あの風船の猫ちゃんなんですけど、可愛くないですか？なんか4万8千人もの皆さんが私のことを見に来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう人生で一番幸せな誕生日です。なんか20歳になった実感全然ないんですけど、今こうして20歳になったことを、あと2分？嘘。でも
もね、あのね、違うの、たまにはね、最初手こずっちゃってね、多分2分くらい遅れてるよね、配信が。ありがとう、お誕生日お祝いしてくれて。32分から、そうだからいけるいける。そう、フリーズしてたしね。そうそうそう、アディショナルタイム。本当にね、ひらがなのライブでいろんな楽曲をやらせていただいて本当に楽しかったの。ねえ、甲子園、高校野球楽しみだね。明日こそ巨人勝って、勝たないのとだって9連戦。そんな瞳で僕を見ないでくれ、いえいえ。うん、ありがとう、みんな本当にありがとうね。なんか本当グダグダな配信になってしまったと思うんですけれど、本当にみんなのことが大好きですもしよかったらミーグリに遊びに来てください。ミーグリに遊びに来てください。ありがとう。これはあと、あ、でも今あと2分、120、なんかちょっともう終わろうとしちゃって、でもギリギリまで私はやりますねえ、5万人あと少しだったね。5万人じゃない、人数じゃなかった、ごめんなさい。みぐり来てくれるの待ってるね。明日から応募開始なの、だからぜひぜひお願いします20歳はもっとみんなに好きになってもらう、だからいっぱいいっぱい頑張ります熱中症に気をつけてね。ありがとう、素敵な、こんな時間までね、平日なのに見てくれてありがとう。あのお仕事とかさ、いっぱい大変なこととかも、お仕事とか学校とか受験勉強とかいっぱい大変なことあると思うんだけど、一緒に頑張ろうね。大好きだよ、バイバイ、おやすみなさい。あれこれってどうして終わるんだっけちょっと待って、配信中なので退出できませんだって。だってこうやってバツ押したらこうやって、こうやって、ちょっと待って、これこうやってバツ押したらこれ、これかな、あ、ちょっと違う。ありがとう、大好きだよ。